チャオ、あっちゃんです。今日ね、視聴者さんから贈り物が届きました。ありがとうございます。でね、いろいろありがとうございます。嬉しいですということで、これさっきちょっとね、開けさせてもらったけども、これいろいろね、お洋服入れてくれて、で、まずピアス、抜けた。ピアス。あ、ちょっと待って、電話がかかってきた。はい、お母ちゃんから電話かかってきて、またトイレ要請かな思ったら、違うみたいで、なんか、今日朝から、なんか寂しかったみたいで、なんか、すごい長電話をされました。はい、ということで、はい、続き、ピアス。をね。送ってくれました。かわいい、こんな丸っこいリングのブラブラピアスと、パール系なピアスと、ブルーのクロス系なピアスと、ブルーのハートのブラブラ系、ブラブラ、今日ね、あっちゃん好きなブラブラ系ピアスを送ってくれました。ありがとうございます。でね、お洋服がいっぱい入れてくれて、なんかね、ジンベ、かわいいジンベ。パジャマに来たらって言ってくれてて、連絡くれててね、これとね、はい、シャツと、席が出ないわ。で、なんか可愛い、下レースになった可愛いシャツ。はい、と、スカートじゃない。スカートじゃない。これはオフショルダーや。オフショルのシャツや。スカートにしたら腰が太いなと思った。これは、あっちゃんはズボって脱げるよって思ってね。ね、オフショルの後ろリボンになったシャツです。はい。とね、これもシャツ、ピン、ちょっとピンキーなシャツ、これもちょっと型が、ね、出そうな露出系の高い可愛い系のお洋服です。あ、これ可愛い。ほら、赤のチェックのね。かわいいね。はい。ありがとうございます。まだまだ入ってる。ありがとう。嬉しい。ちょっとシースルー系な、はい、お洋服です。あ、もうオフショルとか、肩出るみたいなタイプになってね。ほら。ほらほらほら。かわいい。ね。かわいいというか、セクシーというか。シースルーです。はい。赤系やっちゃん好きやからね。まだまだある。ありがとう。もうシースルー系の。ね、いろんなのと合わしやすいしね。ありがとうございます。これ。結構なっちゃん、トップ3枚持ってないし、T シャツとかしか持ってないから嬉しいよ。いろいろね。いろいろ気使ってくれてありがとうございます。あ、これも、ちょっとキャミっぽいの。かわいい。これ1枚だったらちょっと短いかな。あ、でもこれ1枚で抜けそう。パツパツパツミニみたいな。あかん？ダメ。ダメかな？ 1 枚で入ったか？これもかわいい。あ、色違い。かわいい。でも、夏場の普段部屋とかで行っても、お出かけしても大丈夫ですね、あれったら。なんか清楚系な、お嬢様系なお洋服。あっち似合うかな。お嬢様ですからね。時々おっさんですけども、はい。でもか、白かわいいね、やっぱり。結構ね、白系の服好きなあっちゃんね。で、白系もようと、着てて、ごめん。
白毛も来ててんけどもね、うん、あの最近どっちか多分ピンキーになってるけども白もいいなやっぱり、うん、とお夏っぽいのかわいい。はい、あこれも片手が出るオフショール系のやつ、黒さっきの白のやつの色違い、色違いの形違うなっぽいやつ。そうおおあワンピ夏系のワンピかわいい、いっぱい送ってくれてありがとう。あ2枚あったブルーブルー、あんまりブルーってあっちゃ持ってないねんけど、うん、ブルーが似合うよ、ブルーとか今度が似合うよって言ってくれるから、あこれ夏場になんかこうね普通に部屋着とこれもしたパンツとか合わせたら可愛いかもありがとうございました、いっぱい送ってくれてありがとうね。はいちょっと手直そう。はいということでね、あの、お洋服いっぱいありがとうございました、嬉しいです、ありがとうね。